コチシュ・ゾルターンは、ハンガリーのブダペスト出身のピアニスト、指揮者、作曲家。日本では、同世代の他のハンガリーのピアニスト、ラーン・キデジューやシフ・アンドラーシと合わせて、ハンガリーのサンバガラスや、ハンガリーのサン・皇などと呼ばれていた。シカゴ交響楽団、シュターツ・カペレ・ドレスデン、サンフランシスコ交響楽団、ニューヨーク・フィルハーモニック、フィルハーモニア管弦楽団、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団など、世界の最も重要なオーケストラと共演し、演奏、録音活動に携わった。ピアニストとしてレパートリーは広く、中でも、ショパン、リスト、ドビュッシー、ラベル、バルトークを得意としており、音楽家としてとりわけラフマニノフには格別の思い入れを寄せている。ラフマニノフの歌曲、ボカリーズのピアノ版への編曲は、極めて有名である。 近年ではしばしば指揮者として、とりわけ、ブタペスト祝祭還元楽団や、ハンガリー国立フィルハーモニー還元楽団と共演しており、19世紀末のロシアやウィーンの音楽を中心に録音を進めていた。ドホナーニエルネの作品の再評価にも関心を示していた。ショパンのワルツ全集をヘンレバンによる演奏で録音している数少ないピアニストの一人である。 2011年3月25日、東日本大震災に際し、ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団のコンサートにおいて、音楽監督兼指揮者であるコチシュが犠牲者への弔意を表明し、被災者への見舞いを述べた。ありがとうございます。